ライフサイエンスにおけるセレンディピティを計画的に創出する革新的細胞検索エンジンを開発します。先端光技術を駆使し、セレンディピティの概念を真っ向から変える若き開拓者。セレンディピティという言葉をご存知でしょうか。想定外な偶然の発見、もしくは出会いを指す言葉です。科学ではアルフレッド・ノーベルのダイナマイトの発明や田中浩一さんの高分子質量分析法の発見もセレンディピティと言われます。これまで再現性の低い現象は科学的とは見なされず、産業化も不可能。そのためエネルギー問題やがんなど社会が抱える多くの問題に対し、革新的な解決方法を示すことが困難でした。これまで偶然で幸運だった発見を計画的にできたら、サイエンスに変革をもたらすことができる。そんなセレンディピティの計画的創出にライフサイエンスの分野で挑戦するのが、偶然を必然に変える開拓者、合田圭介プログラムマネージャーです。まあ、これまでのサイエンスっていうのは、まあ、偶発的な大発見に支えられてきたと。まあ、実際ノーベル賞の約半分程度が、まあ想定外の大発見に支えられてきたわけですよね。でその大発見を、まあ、計画的に引き起こせないかっていう、まあ、目的が、まあ、今回の、私のプログラムの、まあ、目指す方向性です。セレンディピティは砂浜から一粒の砂金を見つけることに例えられます。発見する確率が非常に少ないため、試行錯誤を繰り返しセレンディピティに至るまで長時間を必要とします。今回はまあライフサイエンスという分野に特化してですね、まあ、それをいかに早く、時間的に早く、なおかつ正確に大量のまあ細胞集団の中から、まあ少数だがインパクトのある細胞ですね、見つけ出す、まあ、究極的な、細胞の検索エンジンというものを作りたいと思っております。その名をセレンディピター、セレンディピティを引き起こす装置です。セレンディピターは大量の情報を高速正確にパターン認識することが得意な先端光技術を軸に、電子工学、応用化学、情報化学、分子生物学、ナノテクノロジーなどの知見と手法を融合した夢のマジックボックスなのです。従来のやり方ではデータの中に埋もれてしまっていた細胞の個性を評価解析し、優れた能力や未知の現象を効率的に発掘することを可能にします。膨大な数、例えば1兆個以上の細胞集団から、数は少ないが大きなインパクトを持つ細胞を迅速、正確、低コストに発見することが可能になります。これにより優れた能力の細胞を再現することを可能にし、これまで大発見に10年間かかっていた過程を24時間以内に短縮することができるのです。これまでの、まあ、偶発的な現象に頼っていた部分を、まあ、計画的にするところが、まあ、非連続であると。よりインベストメントに対するリターンを大きくしたいと。まあ、逆に言うと、これまではやはり確率的なものに制限されていたと。セレンディピターはまずはバイオ関連産業に革新をもたらします。高い光合成活性と環境耐性を持ち、燃料の原料となる脂質を高い濃度で生産する超希少なスーパーミドリムシの選抜を可能にします。そのスーパーミドリムシを使うことによって、石油燃料に代わるエネルギー源として期待される自然由来のバイオ燃料を大量に生産することが可能となるのです。その特徴的な細胞を見つけ出すことによって、
科学的にも産業的にも進歩が著しく見出せる可能性があるというふうに思っていてですね、このための技術開発っていうのに携われることを光栄に思っています。さらに医療分野にも革新をもたらします。がんの転移を引き起こすとされ、血中濃度が100億分の1以下と言われる循環がん細胞の迅速かつ低コストの発見に挑戦します。今までの既存の技術ではそういったことはもうまず不可能と思っています。まあ、夢の装置と言っていいかと思います。その他、水質の浄化、機能性の良い飼料の開発、効率的な再生医療、そして個別化医療などゴーダ PM のプログラムは無限の可能性を秘めています。サイエンスっていうのが偶発的な大発見に制限されているってことで、それを突破する技術が今回セレンディピタであると。であくまでもこれ一例であると。これがうまくいったらそのコンセプトを他の分野にも波及させてですね、で同じようなブレイクスルーが起きるのではないかなと。ゴーダ PM は40歳、今回のプログラムはチームアンダー45と銘打って、基本45歳以下の若手研究者を中心としたチーム編成にしています。実績にとらわれない姿勢がゴーダプログラムの特徴です。研究を達成する上で若い人の方が現実的であると。あとは、今回のインパクトのプログラムっていうのは当然ながら、研究期間は5年間ですけども、5年経ったらおしまいっていうわけじゃなくて、その後も羽ばたいてもらいたいと。で当然ながら人生っていうのは特に研究者は積分なので、積み上げが重要であるとということで、インパクトが終わった後も、彼らがですね10年20年世界のリーダーとして君臨するように考えていると。インパクトはそもそも発想自体がクレイジーで、一切これが成功するっていう保証はどこにもないわけですよね。この研究計画を打ち出してですね、最初の概要を見たらですね、一見クレイジーだと。でも研究計画を詳細に見るとですね、結構ステップバイステップで構成されており、そんなにクレイジーではないと。しかも達成できそうだと、意外とと思わせるところが、私の役割、私の意気込みでもある。